もし今日6人が集まったら奇跡だな。お前らさ、昔団地にいた元秋って覚えてるか？藤尾、お前を探してるって噂だぜ。この町に戻ってきたか。交通事故やっと見つけたぞ花岡藤尾。お前の拳みたいに誰かの人生に寄り添えるような料理を作りたい。お前の細胞が命ずるままに突き進め。理由なんていらなかった。答えも求めずた。私はその時のお父ちゃんとこのクラリネットが大好きなんだ。聖地は絶望の希望なんだよ。これだけ忘れんな。記憶がなかったらこれから作ればいいじゃねえか。原沢商店のホームセンター。